能登半島地震で被害を受けた農業関係者を支援するボランティア活動が羽咋市で初めて行われました。羽咋市内の田んぼに来ています。今日は大変風が強い中、ボランティアによる草刈りが行われています。県の能登農林水産業ボランティアは奥能登を中心に先月から始まっていますが、羽咋市で行われるのは初めてです。今日は土岐放鳥推進モデル地区に指定されている羽咋市内の田んぼで、県内外から訪れた5人のボランティアが草刈りを行いました。地震で用水路が破損し、草刈りに手が回らなかったことから、田んぼの管理者がボランティアを依頼したということです。阪神大震災の時にすごい助けてもらいました、ボランティアの方には。30年前のお返しをせなあかんと思い、少しでも、はい。農林水産業ボランティアは昨日までに558人が活動しており、今後も要望があれば派遣していくことにしています。